プロボクシング、四団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦、6日、東京ドーム、四団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥、31イコール大橋、が防衛、WBA スーパー、IBF 初 WBC、WBO2 度目、に成功した。 元世界2階級制覇王者の WBC 世界同級1位ルイスネリ、29イコールメキシコの挑戦を受け、6回 TKO 勝利。日本人初となる4団体統一王者としての防衛を成し遂げた。試合後、リング上で自分自身すごいプレッシャーあったんですけど、皆さんの力が僕のパワーになりましたと観客に感謝。 加えてネリにも感謝の意を示した90年2月の元統一ヘビー級王者マイク・タイソン、ジェームス・ダグラス、共に米国、戦以来、約34年ぶりとなる東京ドームでのボクシング工業で、日本人初のメインイベンターを務めた今や世界ボクシング界から注目される井上が所属事務設立30年、自身の世界王座獲得、 WBC 世界ライトフライ級王座から10年という節目で迎えた大一番を勝利で飾った。井上は自分が初めて世界王者になって10年。東京ドームで試合ができるのは何かの縁だと思う。チーム設立30年に東京ドームで試合できることも感慨深い。必ず成功させなければいけないという思いはいつも以上に感じる。 自分自身に期待したい、とムネを踊らせ、東京ドームのリングに立っていた。挑戦者は、17年8月と18年3月の2度、元 WBC 世界バンタム級王者山中信介と対戦したネリだった。山中との2戦ではドーピング違反と体重超過で騒がせ悪道、と言われていた。今回は WBC 規定の事前計量。 一ヶ月前、十四日前、七日前、をクリアし、前日計量もリミット、五十五三キロ、よりも五百グラム少ないウエイトで一発クリア。井上戦決定後も五ヶ月間かけて母国メキシコではなく、米テキサス州エルパソで調整。五、六度のドーピング検査を受け、過去にない、リアル、ネリとして来日してきた。 2度目の山中ネり戦は会場で視察していた井上だったが、冷静そのもの。今回の戦いは自分対ネり過去の因縁を持ち込まないように戦うと集中力を研ぎ澄ませた。4日の公式会見でネリと握手したかと思えば、5日の前日計量では20秒間、至近距離によるフェースオフ、睨み合い、出火花を散らした。 もう駆け引きは始まっていると戦闘モードに入っていた。工業をプロモートした所属事務の大橋秀行会長59は今回の東京ドームは新たなスタート。またドームで工業開催する可能性はある。私の頭の中にはいろいろな選択肢、構想があると言葉に力を込めた。 今夜の東京ドームでの防衛成功は、井上の新たな伝説の始まりと言えるファイトとなった。ラウンド VTR、1回開始18秒に井上尚が豪快なミニフックで会場枠。ネリも遠くから一気に踏み込んでのワンツーを振るう。1分49秒過ぎにネリの左フックがカウンターで炸裂し、井上尚がプロ初ダウンを喫する。 立ち上がり防戦となるが、踏ん張って初回を終了した。2回井上尚がジャブをついて試合を作り直していく。足を止めて探り合うように拳を交錯させていく。井上尚がボディを決めるなど徐々にペースをつかんだ2分過ぎに、ネリが飛び込んできたところに左を合わせてダウンダッシュ。劣勢から一気に盛り返した。 3回井上尚は相手のジャブをさばきながら、要所で強打の右を振っていく。ネリが転ぶ場面もあったがスリップの判定。不用意に飛び込んでのダウンの影響か、ネリは慎重さを感じさせる。残り30秒を切ってから井上尚のワンツーが大きな音を響かせた。4回井上尚がワンツーを軸に組み立てる。 1>, 1分20秒過ぎに顔面をかすめるパンチを受けると、グローブで顔を撫でる仕草から強烈な右ストレートを放った。ネリの大振りの左を見切るようにステップを切りながら、3分間を終えた。5回トレーナーのシンゴさんから、慌てることはないと送り出された井上奈頭から突っ込んでくるネリをステップでかわしながら左のジャブを打っていく。 残り40秒でロープを背負った状態から鋭い左フックでこの日二度目のダウンを奪った。ネリは中間距離で打開点を見出せず、強引さが目立ってきた。6回井上直が前に出る展開が続く。ネリは防戦一方になり、交代が目立つようになる。二分過ぎに連打で押し込むと、最後はカウンターで右一戦、一戦。 6回 TKO 勝利を飾った。